はい、こんにちは。ヘキタです。ちょっと今日はハンモックやってて、ロープの結び方2種類しかできないんですけど、ちょっとそれ紹介してきます。まず最初は、ボーラインノットですね。ここがいいかな。よいしょ。ロープの端っこから、ちょっといったとこ、こう、こっちに、内側に、こういう感じで回して、で、端っこをここ、輪っかに通して、で、本線の下を通って、わかるかな？輪っか通したと本線。本線ってこれのことですね。本線の下通して、で、最初通した輪っかに戻す。よいしょ。これがボーラインノットです。日本語だと、もやい結びになると思います。多分これで合ってると思うんですよね。で、あともう一つ自分ができるのは、トートラインヒッチってやつですね。トートラインヒッチは、どうしようか。ペグに、最初ここで結んで、でもう一個目をちょっと離した場所で結ぶ。で結んだこの輪っかに、見えるかな。よいしょ。こうやって結んで、で最後にもう一個外側、この輪っかじゃなくてもう一個、こっちは自分で作った輪っかをなんかこうやって通すんですよ。これがトートラインヒッチってやつですね。これは、この本線引っ張る分には緩まないんですよ。でも、これを簡単に緩めて、長さ調整ができるんですよね。逆もできます。こんな感じです。上のここを、ボーラインノット。で、スーッと下来て。ペグ刺してここで一回結んで、で上で3回結んでます。これがトートラインヒッチ、自在結びってやつですね。で、あとはこっちがボーラインノットで、こっちがトートラインヒッチ1回のこ
ここで3回結んでます。あとこれの結び方の名前忘れちゃいましたね。まずこの輪っかのコード作ってもらって、見えるかな、ここに1回2回3回通して、こうですね。もうこうとかなんとかとかしか言えないですけど、これで横に引っ張ってもあんまり動かないんですよね。こうでも手では簡単に動くんです。こう根元からは、これだからタープ貼るのにすごい便利ですよね。で、まあ、外すのピョロンって外れちゃうんで、これ好きですね。